皆さん、世界には何種類の手話があると思います？一つだけですかね？手話は世界共通語なんですかね？それか数種類程度か、大陸ごとに違うとか。実はですね、世界には少なくとも126種もの手話があるのです。より具体的に言うと、各国には各々の手話があるのです。例えば同じ英語圏でもイギリスの手話とアメリカの手話は全く違うのです。では手話を話す人はどれくらいいると思いますか？手話はマイナー言語だと思われがちですが、しかし手話は実はアメリカですと4番目に、中国語の次に4番目に広く使われている言語なのです。手話は耳の聞こえる聴者と聴者の人が使うコミュニケーションツールでは実はないのです。各手話言語にはそれぞれの文法、単語、表現があるわけです。しかし手話の話をすると、人はよくこう言いますね。へえ、手話って世界共通語じゃないんだ。なんでだろう。だってジェスチャーだけでしょ。手話ができたら通訳なしに世界の誰とでも話せるようになるんじゃないのと。そんなことができたら素晴らしいよねと、まあ、それはね、分かります、そう考えるのは。でもちょっと考えてみてください。ボディーランゲージだってユニバーサルではないんですよ。だから手話だってそうですよね。多くの人は英語を世界中で学んでますね。それなのに世界は、英語は依然世界共通語にはなっていないんです。多くの人が中国語を話しますね。日常語として話しますね。エスペラント語だってありますね。なぜ我々は世界共通語ができないのか。人々はこれはアクセントの問題、発音の問題だと思っているかもしれません。まあそうかもしれませんが、しかしおそらくは文化的な背景、あと歴史の問題の方が大きいのだろうと思います。例えばですね、騙す、はい、という表現がありますね。誰かを騙すとか、アメリカの手話ではどう表現するか。これは何か、はい、壁の後ろに隠れる人の姿です。つまりスパイということです。日本手話の場合はどうでしょうね。これは何ですかね。これは狐なんです。日本の昔話では狐は人を騙すものとして描かれました。人間に化けては人の持つものを横取りするのが狐。アメリカではスパイが騙し屋さん、そして日本では狐が騙し屋さんなんです。これは発音の問題ではないですね。文化的な違いなわけです。なので手話を世界共通語にするのが難しいというのが分かりましたね。手話は実はですね、言語学的に言っても立派な言語なんです。手話が母国語だという人もたくさんいるのです。彼らは手話で考え、手話で夢を見、手話で生活しているのです。では僕自身の話にしましょう。私自身実は家族にろう者がいるわけではありません。そしてろう者の友達がいるわけではなかったんです。手話を習い始めるまでですね。初めて手話に触れた時、とにかくその美しさに惚れました。そうやって僕は二十歳になって手話を習い始めたのです。これちょうど5年前なんですけどね。それで聞いてみたいんです。語学を勉強するときに皆さん辞書がいりますよね。
日本人のほとんどは英語を習いますから、和英辞典、英和辞典、この両方が必要ですね。両方とも必要なんです。では手話の場合はどうでしょうかね。日本語から日本手話、英語からアメリカ手話を調べられる辞書はあります。でも実は日本手話から通常の日本語、あるいは英語から、アメリカ手話を調べられるものはないんです。最初に手話で、話したとき、僕が話したとき、その意味わからなかったですね。じゃあ、僕が今やったジェスチャー、これをどうやって調べたらいいんでしょうか。答えはスリントです。世界初の手話キーボードが見られます。調べたい手や指の形、そしてその位置を表示したキーをそれぞれクリックして、そして手話の意味が調べられるのです。そして自分の言語でその意味が調べられるのです。スリントは日本人とアメリカ人のためだけではないのです。このプラットフォームは世界中の手話に応用できるのです。これはクラウドソースの辞典なので、みんなで参加して作ることができるのです。参加者は自分の手話を録画して YouTube のようにアップロードしたり、 Wikipedia のように編集したり、 Facebook のようにシェアしたりすることができるわけです。これからは、今日から全く歴史上初の新しい辞書の始まりです。 Tech for the Deaf。 ご清聴ありがとうございました。